底冷えする寒さとなった今朝の県内。午前6時半ごろ、JR 御殿場駅前にある気温計はマイナス3度を示していました。御殿場市では今シーズン最も低いマイナス 2.6 度を観測。通勤通学する人たちも厚手のコートやマフラーなど防寒対策に余念がありません。寒いです、冷えます。今日は中にトレーナー着てます。カイロを絶対持つようにしてます。風が冷たいですね、やっぱ富士山からの吹き下ろしの風、これは冷たいんですよ。御殿場市から箱根へと向かう途中にある乙女峠、地面には霜柱が立っていました。強い寒気と放射冷却の影響で今日は県内各地で冷え込みが強まりました。浜松市天竜区佐久間でマイナス 4.9 度、菊川市でマイナス 4.2 度、牧之原市の静岡空港でマイナス 2.7 度など19の観測地点のうち15地点で今シーズン一番の寒さとなりました。午前7時の静岡駅前です。吹く風がとても冷たく、私は今コートの下に4枚着込んでいるんですが、それでもとても寒く感じます。こちらを歩いている人もフードをかぶったり手袋をつけたりと、それぞれ防寒対策をしながら足早に歩いている姿が目立ちます。静岡市では 1.9 度を観測し、1月下旬並みの寒さとなりました。12月多分一番寒いなって感じたぐらい寒いです。もうすごい寒かったですね。足の先がかじかんで動かないぐらい寒かったです。今日は寒いです、本当に。今年一番じゃないですか。ずっと一番って言ってますけど、今日すごい寒いですよね。午前5時半です。辺りはまだ暗く、冷え込みもかなり厳しくなっています。そんな中、こちらの豆腐店では早朝から開店作業が行われています。静岡市駿河区にある小林豆腐店。冷たい水に手を入れて豆腐を切り分けていきます。その水温は5度。お水を使っての作業っていうことですけど、はい、もうご主人ほぼ半袖ですけれども。そう、やっぱここまでつけるんで、どうしてもまくり上げないと濡れちゃうんで、やっぱ何年経っても冷たいですけどね。でも体の方は朝から一生懸命動かしてますんで、そんな体自体は寒くはないんですけど、やっぱ手は冷たいです。それにしてもこの寒さの中、なぜ冷たい水の中で作業しているのでしょうか。出来たてでまだフルフルなので、やっぱ水の中で切らないと、揚げて切ると崩れちゃいますんで。この水は冷たい方がやっぱりいいんですか。やっぱ締まりますんで、冷たければ冷たいほどいいですね。真冬でも我慢してこう袖を上げて腕を突っ込んでこれをご主人は毎日触ってらっしゃるんですよね。もう手はもう真っ赤っかです。仕事のため毎日午前1時起きの小林さん、寒い冬でも美味しい豆腐作りのためにすることは変わりません。来てくれるお客さんがみんなお豆腐美味しいって言ってくださるんで、それを励みに毎日朝早く起きて頑張ってます。この寒さでスーパーで売れ行き好調なのが、寒くなったということで鍋物材料がまあよく売れてます。具体的に言うとどんなものなんでしょうか。はい、白菜とかね、白ネギとか、また大根とか、キノコなんかも売れてます。大体先週と比べて2割ぐらい売れ行きが伸びてます。やっぱ寒いとどうしてもおでんとかお鍋になっちゃうね。やっぱりお鍋をね、いっぱいするっていうのにはなんか理由があるんですか。簡単ということと、やっぱり温まるっていうね。やっぱ寒い時は温かいもの、汁物が食べたいんで、今日は豚汁作る人なんで。食品の値上げが相次ぐ中、葉物野菜の価格は全般的に落ち着いているそうです。
まあ、去年と比べると1割ぐらい高いんですけど、まあ、高い時はね本当に158円とかそういう時がありましたので、まあ、そういう時に比べれば、まあ、100円切ってますので安定してるのかなと思います。